ーたちは頑張ってリュウビを追いかけた。けど結局リュウビは逃げちまったな。曹操様、おいらまた次で頑張るだよ。今度戦う相手は馬長や宝徳っていう漢中にいる連中だ。そいつら曹操様がおっかないから束になって戦うみてだよ。中でも馬長は曹操様を家族の敵って言って狙ってるらしいだ。けどオイラがいる限り曹操様には指一本触れさせないだよ。ちょちょい、今は劉備のことは忘れ、奴は慶州をめぐり孫権と対立していてしばらく動けん。その隙にわしは西を、漢中の地を制す。漢中の諸侯どもは結託し、道館にて我が軍の進軍を阻んでおる。わしは北上して川を渡り、奴らの背後をついて道館側と攻撃する。巨人、お前にはわしと共に川を渡ってもらう。阪急の将たちはいずれも猛者揃いだが、お前ならば全て蹴散らせよ。期待しておるぞ。わしと巨長が黄河を渡り敵の背後をつく。まずは道館の正面を攻め、敵を引きつけよ。一人か、いい度胸だ。よし、黄河を渡り敵の背後を突く。漢中の野獣ども、どうしらに宋猛徳が止められるか。恐れひるむことはない。この川一気に越えるぞ。何、曹操が北へ動いていると。我らを攻撃するつもりか。させぬぞ。徐孔明、ただいま参上つかまつった。この拠点はオイラが占拠した。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。痛い目に遭いていく。
と相田は敵将を討ち取ったで。一人か、その勇気は認めよう。修行の成果、今こそ見せる時。ここは引かねばなるまい。敵将を討ち取ったで。我らも伊勢を渡り、曹操の本拠につく。いかん、このままでは我らが挟まれる。殿と関水を決めた。これを利し、敵の心を攻めてはいかが。関水を取り巻く武将を除き、奴を孤立させよ。その力、さらに輝かせてみよう。旧拠点とて甘く見るな。行くぞ。関中の死を我らが助け立ちいたぞ。さあ全力で来るがいい。攻撃を受け止めよう。回復だ。痛い目に遭いたいか。この拠点は我らの命綱。落とさせんぞ。拠点のヘルンザ、ケチらしまえ。久々に強敵と会えたわ。敵将を討ち取ったで。一方だな。我らも続くぞ。敵将を討ち取ったで。関水、戦の手を休め、しばし昔を語らぬか。何のつもりだ、曹操。関水、曹操と親しく話を。今よ、一気に銅管を落とす。ここは引かねば。
るまい。敵将討ち取ったで。吉報だな。我らも続くぞ。万中を天下とし生きるも、天下を掲げ漢中を飲む、互いに相入れぬなら戦うしかない。それがしは法霊明、二つの激にてお相手する。それがしの総撃、受けていただこう。関係を用いて漢中を乱そうとする。なんとも豪速な武を持った男、我が配下にぜひとも加えたいものだ。死が引くことじゃない、よく考えよ。次は負けない。敵将討ち取ったで。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったで。敵中を突破する。俺に続け。さあ華麗に攻めましょう。
美しく散らせてやりましょう。まとめて叩き潰してやる。ここは一気に押す。艦長はこの馬毛機が守ってみせる。兵たちに手を出すな。俺と戦え。貴様らに屈するわけにはいかん。攻撃は最大の防御なり。良い敵に出会った。いずれ再戦しよう。液晶打ち取ったで。艦中の諸侯どもはあらかた打ち取ったか。他の軍労どもは捨ておけば必ずや我が波動の妨げとなったであろうが、艦中を抑えたことで今後の戦略も立てやすくなった。天下は確実に近づきつつある。このまま突き進むのだ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、生涯秀才と称される人物のようじゃな。